いませんが、ね、またどちらですか。Tim. And I'm Jenna. And welcome to Tim and Benna Adventures. Hi everyone, welcome to our channel. Hi guys, welcome back to our channel. So before we start this video, please don't forget to like, share and subscribe and click the bell button for more updates. Click the bell button here, this one, for more updates. Yes, so konnichiwa and yeah, and today's video we will do Kinshimura's Oki Hitomi Grandma Coffee Shop 2019 version. So I think Kinshimura will be like act like a grandma here. Yeah, so I think so too. It's funny. Let's get started. Oh, there he is. Irashaimasu. これ誰もいねえ。空耳かい。中にいますか。中にいますか。お客さんですか。お客さんですよ。ああ、いらっしゃいませ。どうも、どうぞお座りくださいませ。ついにこんななんかタイヤみたいについてるんだね。ありがとうございます。ありがとうございます。私この喫茶令和のオーナーでございまして、ひとみと申します。もうひーちゃんで構いませんでね。ご注文は何しましょうかいね。コーヒーでいいか。コーヒーでいいですか。コーヒー3つ。コーヒー3個お願いします。I like the way he said it. It seems like he's crying. Yeah, a bit. すいません。商売は大変でございましてね。すいません、コーヒー3つちょっと奥の方に。奥の方にコーヒー3つちょっと急いでもらえると。奥の方？だからコーヒー3つ。私一人でやってるんです。一人でやってるの？じゃあ誰がコーヒー作るの？私でございます。ここに座ってないでさ、中入ってコーヒー作って。少し世間話しないと。軽くアイドリングしてから。ごめんなさいね、ちょっと時間なくて。またすぐ会社戻んないといけないから。会社の方ですか？みんな。そうそう、営業外回りでね。大変だった。そうですか。まだ水出してね。申し訳ないことでございます。いや、もう暑いからさ、コップ入ってないんだよね。コップ入ってないだ。コップを置けばよかった。全然入ってない。
はい、やがんま。もし一滴もだ。吹いてるけど。申し訳ございません。ああ、もういいよいいよ、びっくりしちゃうなってもう。申し訳ございません。すいません、ちょっとおしぼりください、おしぼり。はい、どうぞ。はい、すいませんね。おい。これ今吹いてるでしょ。そうでございます。いや、そうじゃなくて、綺麗なおしぼりをくださいって言ったの。綺麗なおしぼりを申し訳ございません。いや、ごめんね。私一人でやってる。そうだよね。ごめんね。いいえ、一人でやってるんだ、大変だよ。この年になってもさ、こうやって一人で働くっていうのがいいんじゃないの。そうですよね。うん。わわ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  It's hot. Normally, when you go to a real Japanese restaurant, they will serve you like this kind hot, of warm, hot towel, yeah. Yeah, warm, hot, towel, yeah. a small towel. Yeah. And some restaurants, they will give you like the plastic one, plastic with a, you know, a towel or like tissue, wet tissue. But in like a real Japanese restaurant, especially when you go to Japan, to Japan, you can really notice that they will give you a lot of these things. Yeah. Towel, just to, you know, clean yourself, right? Clean yourself. もういいよ、おしぼりを。いいですか。もういいよ、もう。コーヒー、もう。コーヒーよ、コーヒー。水入れる？もういいよ、いいよ、もう。いいですか。もういい。もういいわ。申し訳ございません。ごめんね。コーヒーでございます。コーヒー、さっき頼んだやつ。コーヒーはストロングとレギュラーがありますけども、どちらがよろしゅうございますか。ストロングとレギュラー。ストロングとレギュラーとありまして、専門コーヒー専門店でございますから。あ、そうか。I love her hair. Yeah. ああ、じゃあ俺はストロング。おお、また2でございます。レギュラーです。レギュラー。ストロングってことね。これがストロングでございます。かっこいい人だね、インスタントコーヒー。レギュラーストロングこんなちょごめんなさい、ひーちゃんね、これレギュラーコーヒーだよね。レギュラーコーヒーレギュラーコーヒーはレギュラーはこっちでございます。いやいや、そうじゃなくて、あの普通のコーヒーでしょ。これインスタントでございます。インスタントコーヒー、でこれストロングは何、多めに入れるってこと。いやいや、ストロングです。いやいや、これが大体300円ですから。これが200円、200円、500円になってますけど。いやいや、高いな。あの違うの、そういうコーヒーだったらね、うちでも飲めるのよ。じゃあ虫持って帰りますか。いや、もうお持ち帰りはしないんですよ。いや、もういい、いいや、アイスコーヒーにしちゃうからね。あ、そうですね。これはキャンセルですか。キャンセルです。すみませんね。キャンセルですか、これ。いや、今私のこれはただ働きということですか。インスタントコーヒーだったらね、うちでも飲めるんですよ。アイスコーヒーにいいですか。アイスコーヒーにしよう。もう朝から作ってありますからね。すごいね。The customers are really hungry. Oh, ice coffee. Oh, nice. 受け取りましょうか。はい、受け取りました。はい、受け取りました。受け止めて、危ない。アイスコーヒーでございます。メニューが危ない。さあ、召し上がれ。美味しい。ね、美味しい。自慢のアイスコーヒーでございます。はい、美味しかったですよ。なんか食べようか。なんかね、食べ物です。メニューはこちらになってますけども。そうですか。これいいね。卵サンド俺好きなんだよね。卵サンドでございますか。私トースト食べたいです。トースト私もトースト卵サンドとトーストですね。お願いします。申し訳ございます。はい。Oh, he started to cook now. I think. Oh my gosh.
知らん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 知これどうやって食べんのこれ卵、殻ごと入れて今卵焼きましたからいや違うでしょ何だよこうやってやるOh my gosh, my reaction there こんなのどうやって食べるってんですか卵サンドって知らないんですかスクランブルになっちゃいましたからスクランブルじゃないよ生卵殻もういいです私はいいですもうこれはもう食べないこれもキャンセルですいませんねこれもキャンセルですかキャンセルですよこれもただ働きただ働きじゃなくてさいやじゃあトーストですねはいトーしばらくお待ちくださいませはいトーストなるわトーストトーストよく今までやってみたよねこんな店ですぐ焼けますからねお待ちくださいませおお今なんか通過しましたかなんか飛んできましたパン飛んできましたパン飛んできましたトーストもう一人前ですよ確かね大丈夫ですか皆さんしばらくお待ちくださいびっくりしたよ危ないひじ危ないパンが飛んでるんだよねこれ油もございますね。危ないです。トーストなしにしときましょう。危ないですよ、ひいちゃん。申し訳ございません。大丈夫だった？And I think the bill is expensive. Oh, maybe, yeah, let's see, let's see. ギリギリだったよ。卵の時バチンって打った。当たったような気がする。いい、もういいよ、いいよ。大丈夫ですか？もういいや。あ、ちょっと、熱い。もう熱くなっちゃいました。確かに熱いですね。ごめんなさい、ひいちゃん。あ、これ、あれ、エアコンついてないんじゃない？クーラー。あの、私、冷たい空気が当たると、膝とかね、肘が痛くなっちゃうんですよ。粗品もんでね、すいませんね。いや、でもね、ほら、お客さんがいる間だけちょっとクーラーつけてもらうと。あ、そうさ、暑いですか？暑いわ。すいません。じゃあ、軽く入れますよね。もう軽くでもいいわ。本当に。今、すぐする。For anyone, it's really funny. Even we didn't understand. Dakshin speaks. Yeah, oh my that's gosh, funny. This is funny. He's a great actor. Yeah, he's Ken really Shimura, right? Yeah, he's really one of our favorite comedian in Japan. Yeah, it's really definitely. So funny. Yeah, so hope guys you love and hope guys you like it. And before we end this video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click the bell button for more updates. Exactly. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Bye bye. I really like him. Yeah, it's funny, right?